呪相代行という言葉がある誰かを不幸にしたい呪いたいという人々の依頼を請け負い代行してその対象に呪いをかけるというものでインターネット上で検索をかけるといくつかの業者が見つかる実はそういったことを本業にしている人はあまりおらず 基本的には厄払いなどを本業にしている人がその傍らでどうしても厄払いでは気持ちが収まらないあるいはどうしても誰かに不幸になってほしいという依頼者のために呪詛代行を兼業しているというパターンがほとんどなのであるまたそういった人たちに対しても呪いの依頼を積極的に進めることはないという。 どちらかというとなぜその人を呪いたいと思うのかといったその人の身の上や悩みを聞く一種のカウンセリングのような会話を通して踏みとどまってもらうことが多いあくまでも呪いは最終手段なのであるただそれでも誰かを呪ってほしいと強く思う人に対しては 効果は保証ししないことを了承してもらった上で呪詛代行を行う呪いの方法などを依頼者とのヒアリングを通して決定し実際の呪いの過程は写真を何枚か撮影してメールで依頼者に送信するのであるその写真によって最後まで儀式が完了したことを確認し次第 依頼者が指定の口座にいくらかの料金を振り込みそこで依頼が成立となるとは言っても実際に対象の人に呪いが降りかかることはない依頼者の人々もほとんどそれを理解した上で代金を支払っており後に電話などで特に効果は出なかったが自分の身の上や悩みを聞いてもらってすっきりしたと感謝の言葉を述べる人も多いのだという これは実際にその呪詛代行を行っている知り合いの A さんから聞いた話だ今から3年ほど前ある女性から A さんのもとに電話がかかってきたそれは呪詛代行以来の電話であり一人の男性を呪ってほしいのだという。 その人の個人的なことに関わるからあんまり詳しいことは言えないんだけどさその女の人ちょっと聞くだけでもわかるぐらい相当きつい経験をしてたよ声とか話し方からもすごく思い詰めてるような感じが伝わってきたそう A さんは語った数分ほど会話をしてみても 女性の気が変わることはなかったため、A さんは依頼通りに呪いの代行を行ったメールを返して呪っている最中の写真をいくつか送信しつつがなく呪いの手順は終了数日後には女性からも代金が振り込まれたそしてその振り込みを確認してからさらに4日後 女性から再び電話がかかってきたのだという A さんが電話に出ると女性は依頼児とは打って変わってとってもすっきりとしたつきものが落ちたような様子の声色だったその声を聞いた A さんはどこか安堵感のようなものを感じたという誰かを呪うという行為自体は気休めでも それによって少しは彼女の肩の荷が下りたのならそれで十分だろうそう思い A さんは女性の電話に応対した「まあ呪いの効果はどうであれいろいろと話をしたことで少しでも助けになれたならそれは私どもとしてもすごく嬉しいですよ」そう A さんが話すと女性はとても晴れやかな声で「 いえいえもうみんな死にましたありがとうございました」と言い物理と電話を切ったその女性一人の男性を呪うために私に呪祖代行を依頼したんですよねなのに彼女はみんな死にましたってそれもわざわざ電話してまで私に伝えてきたんですとても とても嬉しそうにあの電話は一体何だったんでしょうかそう A さんは語った以上が筆者が今年の8月にネット上での「会談生放送企画」に出演した際に話した会談である内容のディティール等には意図的に変更を加えたりしているが根幹は同じであり実際に聞いた話を元にしている そして最近この話に出てくる呪祖代行業者の A さんと個人的にやり取りをする機会があったのだがその際この話にまつわる後日談のようなものを聞くことができた以下はその内容を再構成したものであるいやー割と最近ですよ1週間くらい前ですかねもうそんなことがあったことも忘れかけていたんですが 電話をしてきた女性がね私のところに来たんですいや来たというのはおかしいのかなそもそも本当にあの子かどうかは分かんないわけですしそれは休日の深夜2時を回った頃だったという A さんはベッドに寝転がりスマホをいじっているうちに少しウトウトとしてしまっていたらしい ああ、眠いなもう電気消そうかなでも電気消すのもめんどくさいしみたいな感じの時ですよ、うん、だから寝ぼけて何かと見間違えたっていう可能性も大いにあるんですが耳元でね「あいつ手もないのに笑いながら踊ってるんですよすごいですよね <laughs> で」って聞こえたんですよ すぐに羽をきて辺りを見回しましたけど誰もいませんでしたそれでねその声を聞いたらなぜかすぐに「ああの女性の声だ」って思い出したんですそして多分この女性ももう死んでるんだなって理由とかはないんですけどまあ私も一応本職は厄払いですからねそういうのは大体分かります もなげに A さんはそう語ったこの話を聞かせてくださった際 A さんが最後に私に言ったことがとても印象に残っている多分ですけどあれは悪霊とかき霊とか自爆霊とかあるいはたたり神とかそういうのじゃないんですきっとね 少なくともあの女性はこっちの世界にまだいますよ。